皮腫は、脾臓が主大した状態。拒否症とも呼ばれる。脾臓は免疫を司る臓器であり、主に免疫に関連する疾患で主大する。また、脾臓を通る血管は、下流で門脈へと合流するため、門脈圧更新症による影響も受ける。さらに、骨髄での造血に異常が生じた際には造血の場になることもあり、主大を起こすこともある。 通常は、脾臓は、肋骨の後部にあり触知できないが、皮腫の状態になると触知できることがある。ただし、本人が皮腫を訴えて、病院を受診することは少なく、多くは、他の症状で受診をした時に発見されることが多い。多くの良性腫瘍と一部の悪性腫瘍は、腫と命名されるが、皮腫の場合は単に脾臓が大きくなる状態を指し、新生物を意味しない。 新機能障害、肝硬変などによる、門脈圧更新等の非常脈血の肝流障害、手術の感染症による炎症、腫瘍細胞の浸潤、白血病や骨髄繊維症などの骨髄増殖性、疾患、自己免疫に関連する抗原病などの原因により皮腫は発生する。骨髄繊維症では、脾臓増血が起こり著しく巨大な皮腫が認められることがある。 このほか幼児期では、先天性代謝異常症や、その他の遺伝病なども考えられる。獣医学分野では、地方病生牛白血病では 10kg を超える主要性皮腫が認められることがある。ありがとうございます。